カピラボー。皆さんどうもこんにちは。ミニ PC ソムリエのカピさんです。今回ミニズフォーラムさんから、うちのミニ PC レビューしてくれませんか?とご連絡いただいたので、いいだろう。叶えようではないか。ということで今回レビューする製品はこちら。ミニズフォーラムエリートミニ TH50。こちらの性能を確認していきたいと思います。さてここからは真面目にやっていきましょうか。まず今回の動画の流れはこんな感じ。まずはホームページ上で製品のスペック確認。次に実際の商品を開封。付属品や外観を見ていきます。次に実際起動してみて性能の確認。ついでにサンダーボルト4に対応してるとのことなので、eGPU をつないでゲームもしてみたいと思います。といった感じですね。それでは早速やっていきましょう。ではまずはホームページで概要を確認してみます。こちらは現在未発売で2月下旬に出荷開始予定とのことです。現在予約販売特典として1万3000円の値引きを実施しているとのこと。価格はストレージの容量によって変わりますね。ストレージは自分で交換できるのでベアボーンでいいと思う方もいるかもしれませんが、ベアボーンだと OS が付属しないので注意。余計に高くなるので必ずストレージはつけましょう。CPU はインテル第11世代のノート PC 用 Core i5-13320H を搭載。ノート用 CPU なので内蔵グラフィックはインテル Iris Xe グラフィックスとなっており、高いグラフィック性能を持っています。また映像出力は HDMI と DP とサンダーボルトで最大3画面出力が可能。メモリは LPDDR4 の 16GB を搭載。こちらはオンボードなので拡張性はないですね。OS は Windows 10 Pro を搭載。Wi-Fi と Bluetooth もしっかり備えているようです。といったところですかね。で、ちょっと重要なことが書いてあったのでご説明。正面のサンダーボルト4ポートを PC の電源接続として使用しないようご注意ください。最悪壊れる可能性があるようです。保護機能とか付けられなかったのかな?とは思う。それではスペック紹介はこのくらいで、実際開封してみましょう。今回の箱も見た目はいつも通りですね。中を開けてみるとこんな感じ。本体が出てきましたね。本体は後回しにして付属品から確認していきましょう。付属品一覧はこのようになっております。まずは説明書。しっかりと日本語表記もありました。HDMI ケーブルが1本。先端が Type-C の AC アダプター。AC アダプター用のケーブル。ストレージ増設用のコネクターが2つとマウンター。モニター裏にミニ PC を取り付けるためのベサマウンターが1つ。あとはネジ類ですね。以上が付属品となっています。DP とサンダーボルトケーブル付けて欲しかった。サンダーボルトケーブルって意外と高いんですよね。入ってたら嬉しかったな。それでは本体を見ていきましょう。本体の見た目はこんな感じ。以前にミニズフォーラムから発売された HM90 というミニ PC と同じデザインですね。外側は使い回しなんでしょうね。シルバーの本体にところどころアクセントとして白い部分があります。前面は吸気のためにおろし金のようなデザインの穴が開いており、左右から排気を行うような構造となっていますね。全体的な質感としては側面はアルミ製で高級感がありますが、前面と下部はプラスチックなのでちょっと安っぽいかなといった感じ。白い部分が安っぽく見える原因かも。そして内部がこの隙間からちょっと見えるんですが、搭載しているヒートシンクやファンが結構大きめなんですよね。ホームページに内部画像が載っていたのですが、結構しっかりした作りをしてるんですよね。ミニズフォーラムは最近冷却には結構力を入れてるのでこれは期待できそう。それでは入出力端子も見ていきましょう。まずは正面。左から電源スイッチ、マイク端子、ヘッドホン端子、USB3.1Gen2 が2つ、サンダーボルト4となります。フロントに USB 端子が多いのはいいですね。そして背面、USB2.0 が2つ、USB3.1 が2つ、2.5GB イーサの有線 LAN ポートが2つ、ディスプレイポート、HDMI ポート、電源入力、ケンジントンロックがあります。裏面にも USB ポートが多く、ミニ PC ですが使い勝手は良さそうです。ちなみに本体サイズは大雑把に縦横が 15cm、高さはゴム足を含んで約 5.7cm 程度となります。あとは一応重さも測ってみましょう。本体重量は 751g ですね。これは結構軽いと思います。アダプターを含むと合計 1038g でした。持ち運びを考えてもこのくらいなら平気そうですね。ちなみに技適や PSE 認証もしっかりと取得されているので日本国内での使用も問題ありません。外観確認はこのくらいで、それでは実際セットアップしてみましょう。
では使用するためにセットアップしていきましょう。まず、AC アダプターを本体に接続します。次に、映像出力のために HDMI ケーブルを本体に接続。あとはキーボードとマウスですが、ミニ PC を使うのであればワイヤレスをおすすめします。この方が配線が邪魔にならないのでいいです。それでは準備が完了したので電源を入れてみましょう。スイッチオン。電源ランプが点灯しました。それでは画面を確認してみましょう。さて、ここからは OS の初期セットアップですね。セットアップは通常の方法と変わらないのでカット。OS が立ち上がるとクリーン状態で無駄なソフトウェアも入っていませんでした。ではまずは起動速度を見てみましょうか。電源を入れて、起動までの時間を見てみましょう。ロゴが表示されてから起動まで結構長いです。もしかしたら今までのミニ PC の中で一番遅いかも。ここら辺はサンプルなのでまだ出来上がっていないのかもしれません。結果は約40秒となりました。今までのミニ PC と比べると遅いですが、このくらいならまだ許容範囲かな？では次はタスクマネージャを確認してみましょう。まず CPU はこんな感じ。普段使いならこのコアとスレッド数があれば十分ですね。そしてメモリは 8GB×2 の合計 16GB が搭載されています。クロックは 3200Hz 動作ですね。そしてストレージは 512GB。メーカーはキングストン製ですね。最後に内蔵グラフィックの認識も OK。問題なく使えるのは分かっていますが、確認のため少しブラウジングをしてみましょう。Chrome でタブをたくさん開いてみました。もう言うまでもなくブラウジング程度はサクサクですね。複数のタブを開きまくっても問題ありませんでした。CPU の処理能力も高いし、メモリも 16GB なので余裕ですね。次に YouTube での動画鑑賞。これもサクサク快適です。全画面とかの切り替えもラグはなく問題はありません。このくらいの負荷では全く問題ないです。さすがに内蔵グラフィックのみではゲーム配信等は厳しいですが、キャプチャーボードを介してカメラ映像を映しながら雑談をするなどは問題なくできました。もちろんワードやエクセル、パワーポイントなどの事務用途にも問題なく、テレワークやカメラを用意すればズームを使ったウェブ会議などにも使用できます。フォトショップも使用してみましたが軽い切り抜き作業などでは不自由は感じませんでした。サムネ作ったりは問題ないですね。動画編集に関しても軽い編集くらいは可能ですね。あくまでも内蔵グラフィックでできる範囲にはなりますがね。ではここからはベンチマークをやっていきましょう。ベンチマークはおなじみのシネベンチ。今回も R23 で計測しました。4コア8スレッドなので少し時間はかかりますね。てか、初動で温度が上がりすぎてサーマルスロットリングが起きてます。冷却性能いいかと思いましたがこれは残念ですね。ちなみに結果はこんな感じ。シングルは1459、マルチは6019となりました。これはなかなか高いスコアではないかなと感じます。同世代の i7 と近いスコアが出ていることを見るとこれは結構強いですね。特にシングル性能は強いです。外付けのグラフィックボードをつければゲーミング PC としても問題なく使えるかもしれません。サーマルスロットリングがかかってこれだからなかなか性能いいと思う。ちなみにベンチマーク測定中の動作音はこんな感じ。だいたい約 50dB といったところでしょうか。それなりの音はしますがこれならいい方。アイドル時はほぼ無音ですし静音性は高いですね。では次は消費電力を見てみましょう。アイドル時の消費電力は約 10W 程度。CPU 負荷が 100% の時の消費電力は約 70W 程度でした。なかなか省電力ですね。24時間動かす PC などには向いていそうです。それではストレージ速度を見てみましょう。ストレージの測定にはクリスタルディスクマークを使用。計測結果はこんな感じ。速度も NVMe でこれだけ出ていれば体感上は十分でしょう。ストレージ温度も最高50度と低く良かったです。次はゲームベンチマークも測定。測定に使用したのは FF14 ベンチマーク。スコアは6447のやや快適評価となりました。これ、Ryzen 9 5900HX と変わらないくらいのスコアですね。かなりグラフィック性能高いです。平均フレームレートは45でした。60には届かないけどプレイはできそう。それでは実際にどれだけのゲームができるか試してみましょう。FPS 系の2タイトルをプレイしてみました。左が Apex、右がフォートナイト。高加時や初期のマップ読み込みでは FPS は落ち込みが見られます。
着地後は FPS は落ち着いて出ていました。現状では競技設定で一応プレイが可能といったところでしょうか。思ってたよりプレイはできるなといった印象。Apex はハンティングブースト時は FPS が急激に低下したりしますし、競技設定ではアベレージ60は厳しそうです。対してフォートナイトは FPS はそこそこ出てる感じ。しかしたまにラグい時はありました。軽いタイトルはプレイできますがグラボレスではここらが限界かもしれません。これだけプレイできるのがすごいんですけどね。それではサンダーボルト接続でグラフィックボードを取り付けてみましょう。今回使用するのはレーザーの外付けグラフィックボードケースと RTX 3060 Ti になります。こちらを取り付けてゲームをもう一度やってみましょう。外付けグラフィックボードを取り付けたことで FPS がかなり出ました。このくらいのタイトルでしたらグラボをつなげることで快適にプレイができそうです。競技設定は全く問題なかったかな。やはりサンダーボルトがついているとこうやって拡張ができるのが非常にいいですよね。しかし、重量級タイトルとなると CPU 使用率の問題か映像がカクつきました。外付けグラボをつけることでプレイ自体は可能になりそうですがここら辺は気になるかな。といった感じ。ではゲームはこのくらいで終了。サンダーボルトがあることでできることの幅が広がるのはいいですね。編集やクリエイター的な要素でもこうやって拡張することで使えるようになります。その他にもこのサンダーボルト端子は様々なことに利用できるんですよね。例えばドックを取り付けて映像出力や USB やカードスロットの増設を行ったり、サンダーボルトに対応した外付け SSD をつなげることで高速データ通信も可能です。マジで万能だよなと思う。こういうのが普及してきたらミニ PC ってもっと良くなるなと感じましたね。ということでここらでまとめに入りましょう。今回はミニズフォーラムの TH50 を使用してみましたが、普段使いとしては必要十分な性能、拡張すればゲーミング PC にもなる、なかなかいいロマン PC でした。欲を言えばメモリの拡張性は欲しかったかなと思います。32GB や 64GB に変更できれば最高でしたね。あとは起動時間の問題と、サーマルスロットリングが起きてしまっていたのが残念でした。ここら辺は製品版ではどうなるかわからないけど少しでも改善されてればいいなと思います。それ以外は必要十分だと感じました。割引を考慮すれば価格もミニ PC にしたら安い方だと思う。可能であれば CPU のレパートリーなどもあればさらに最高でしたけどね。商品ページは概要欄に貼っておきますので気になった方は見てみてください。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。このくらいのスペックが価格的にもいいかもね。あとは CPU のレパートリーとか選べたら、いいなーって思う。